こんにちは。今回は、180を解説していくよ。スーッと抜けて、ひねって、着地。ストレートジャンプに一つだけ、強さを加えた、ベーシックなトリックだよ。ストレートジャンプと同じ、ポジションでアプローチ。時計の針で5分分くらい、上体をひねりながらテイクよ。空中は着地を確認しながら、上体だけをひねる感じで、着地に向かって下半身を解放。着地したら素早く、滑るポジションを作るよ。トリック自体はベーシックだけど、着地がスイッチなので、滑る練習をしておくといいよ。ジャンプを少しだけ斜めに飛ぶと、楽できるよ。それではまた次回。